福井県道204号大安津線は、福井県南城郡南越前町と、同県鶴ヶ市を結ぶ、一般県道である。南城郡南越前町大谷と鶴ヶ市北東部の東浦地区を結ぶ。福井県を大きく2分する霊北と、峰南の岩れとなった木の目峠がある、鶴ヶ安東園山地を鶴ヶ湾沿いに従官している。 原道の起点付近原道部分は、新潟県西部の親淵のような、急峻な断崖の中原を縦貫している。起点は、標高約120メートルに位置する国道8号の交点であり、大谷第五トンネルと鶴ヶトンネルに挟まれた、急カーブに位置している。この起点から東浦駐在所前交差点までの、区間は1車線から1.5車線程度の、境外道路である。 鶴ヶ市内では、元飛田並びに大飛田の各集落の中心部を通っている一方、南越前町側の沿道には民家はない。2011年現在、沿道部分は、南越前町、大谷の沿道と、潮風ラインとを結ぶ町道との交差点から、鶴ヶ市元飛田の集落末端部までの区間で、事実上、通年通行止めとなっており、地域住民以外の往来は、 不可能である。振動の事実上の起点新道部分は、かつての甲の海岸有料道路であった、越前、港の潮風ラインが指定されている。並行する原道部分がアップダウンを繰り返す境外道路であるのに対し、振動はアップダウンのない、海岸に橋梁を設置した両側に車線のルートである。事実上の振動の起点である交差点は、 三さじとなっている。越前、河野、潮風ラインとして、越前海岸へ続く国道305号と直結し、また、原道部分と連絡する町道と交わっている。南越前町大谷にある、車両通行不能区間の起点、ありがとうございます。